やりたいこと、好きなことが最近見つかりません。人生もどうでもいい気がして、将来のためのこと、運動や勉強などもできません。毎日がただただ過ぎていくだけで楽しくありません。努力をして何かを成し遂げたいと思うことあるんですが、思うだけで結局何もできません。このままじゃ時間が過ぎるだけでまずいなと理解してるんですが、生存意欲もなく、人生をより良いものにしたいしようという向上心みたいなものがありません。せめて楽しくいたいです。どうしたらいいですか？ということなんですが、楽しいものというか好きなものが見つからない理由を教えましょう。なぜかというと、人間って手をつけてある程度上手くなった、あるいは成果が上がったものにしか楽しいという感情を見出せないんですよ。だから例えばやりたい仕事がありませんって言ってる人って、これは簡単で、それやってないんだから見つからないって話なんですよ。仕事の楽しさとかやる意義とか面白みっていうのは、ある程度仕事をやって、で、成果が出てから判断するべきことなんですよ。で、それで成果が出てるのに面白くないんだったら、その仕事はやめてもいいと思うんだけれども、成果が出てないのに面白いか面白くないかって判断するのは結構早計だったりするわけなんですね。だからもうせめて割り切って、仕事として割り切って成果を出すこともやっちゃって、それから判断した方がいいと思いますよ。当たり前なんですけど、趣味でも全く同じですよ。やる前から楽しいかどうかなんかわからないわけなんですよ。やってみたらハマっちゃうことっていうのはいっぱいあるわけで、だから正直やりたいことが見つかってからやろうって思っている、その考え方を直さない限りは一生見つからないでしょうね。はい。だってさ、食べる前からさ、その食べ物が好きかどうかわからなくないですか？飲む前からワインの味がどうなんだろうみたいな風なことを考えて同じですよ。これでも飲まないでいろいろな方並んでるワインを見て、自分は好きなワインがないんですよ。いやー、好きなワインが全然見つからないんですよね。いや、飲んではないんですよ。いや、一本も飲んではないんですけど、好きなワインが見つからなくてって言ったら、お前アホちゃうかって言いません？うん。いや、飲んだらわかるよ、そんなもんっていう。切り抜き、いかがだったでしょうか？この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それではバイバイ。